僕守る剣は、日本の作曲家。大阪生まれ。大阪音楽、大学音楽学部作曲学科作曲専攻出身。アジア作曲家連盟、アジア音楽祭、チェジュ国際管楽祭、国際現代音楽協会、ワールドミュージックデイズ、高尾春天芸説等、東、アジアや欧米を中心に作品を発表。第3回 ACL コリア青年。 作曲賞優秀賞、第15回テグ国際現代音楽祭最優秀賞、日本クラリネット協会作品コンクール第3位、関西現代音楽交流協会作曲賞、第7回全日本水奏楽連盟作曲コンクール、第1位、等を受賞。様々な編成の作曲作品を発表する一方、映画やテレビ等の劇とも音楽も制作。式、音楽指導、 クラリネットリコーダー、ともえカラス等の演奏、芸術国際交流等でも活動。2015年以降、全日本吹奏楽コンクールの自由曲として取り上げられることが多くなり、全国大会では2015年に、はるかビロードで初めて演奏された。東アジア文化都市2017京都、オープニング公演、ザ共演にて第一部。 古木三天三座メ機の全曲作曲と総合プロデュースを担当。大阪教育大学幼児教育専攻非常勤講師。大阪音楽大学短期大学部作曲デザインコース非常勤講師。ありがとうございます。